韓国では2022年5月に現在のユン・ソンニョル政権が誕生。それまでのムン・ジェイン政権の言ってきた新中国及び北朝鮮との融和的な政策からは脱却。ことに安全保障面ではアメリカへの回帰が明確になっているね。これに合わせてアメリカを唯一の同盟国とする日本との関係も、ユン・ソンニョル政権が誕生した際には、これまでの度重なる反日的な動きが緩和される方向に向くのではと期待する声も日本では多かったな。でも実際のところはどうなんだろうね。今回は竹島の南方の日本の排他的経済水域内で韓国側が未同意の調査活動を強行した件について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。さて、確かに前ムンジェイン政権に比すれば、現ユン・ソンニョル政権は反日的な動きや政策を改めてきているとも言えるんだけど、それでもまだ排他的水域をめぐってのトラブルは現在進行形で発生しているよ。今も韓国側が不法に占拠し実効支配を継続している竹島韓国名独島の周辺の海域を管轄しているのは、日本の海上保安庁の第8管区海上保安本部であるが、同本部によれば竹島の南方の日本の排他的経済水域内で韓国側が未同意の調査活動を強行したことが報告されたんだ。今回の件は2024年6月6日の午後6時頃から6月8日の午前5時半過ぎまでの期間、竹島からおよそ 69km ほどの距離にある南方の日本の排他的経済水域内で発生。韓国の政府機関である国立海洋調査院に所属する船舶の船ヘアン2000が実施したとされるね。この期間に当該の日本の排他的水域内において、この韓国の国立海洋調査院に所属するヘアン2000はワイヤー状の器具を海中に投下して何らかの調査を行ったとみられ、この行為を発見した海上保安庁の第8管区海上保安本部の巡視船が無線による警告を発したというぜ。日本側の見解としては当該海域は日本の排他的経済水域内であり、事前に韓国側から日本側に了解を得ていない調査活動は黙認できないため、海上保安庁の第8管区海上保安本部の巡視船は直ちにその行動を中止するように継続してヘアン2000への警告を行ったらしい。しかしこうした日本側巡視船から無線による中止の警告を結果的に韓国のヘアン2000は無視し、発見からおよそ1日半もの間、当該の海域におけるワイヤー状の器具による調査を継続した後、ようやく韓国側の海域へと戻ったわけだ。海上保安庁の第8管区海上保安本部からの同事省の発生報告を受けた日本政府は、外務省のナマズアジア大洋州局長が在日韓国大使館の次席公使へ、三木中韓公使が韓国外務省へと抗議を行っているが現時点で韓国側からの声明等は確認されていないみたい。個人的にはこうした事態の発生に対し、海上保安庁が現場で情報を収集しその内容を各関係の省庁に報告、内容を確認した上で政府が対応を決定、外務省を通じて相手国、今回のケースでは韓国に抗議するという、当たり前の対応がなされたとは感じるな。しかし今に至るまで韓国側から、内容はどうであれ何の説明もなされないという時点で、こうした問題を見るにつけ、本質的な意味で日韓両国の関係が少しずつでも前向きな方向に変わってきているとは到底思えないぜ。したがって韓国で2022年に現ユン・ソンニョル政権が誕生した際には、日本の一部の大手マスメディアでも日韓関係の改善に期待するという論調が多数散見されたが、改めて楽観論は禁物だと思わざるを得ないな。そもそも今回も問題の中心となった韓国の政府機関である国立海洋調査院に所属するヘアン2000は、これまでも過去複数回にわたって同様な行為を繰り返し行っている船舶であり、いかに政権交代が起ころうとも韓国側の対応が劇的に変化するとは考えにくいよね。確か前回はこの国立海洋調査院に所属するヘアン2000は、2022年8月に竹島の北東方面オスの海上のおよそ 100km ほどの位置にある日本の排他的経済水域内で、今回と同様に日本側に事前の承諾を得ることなく、ワイヤー状の器具を海中に投下して何らかの調査を実施しているよ。
さらにこの3ヶ月前の2022年5月にも平安二線は、ほとんど同じような日本側に事前の承認を得ていない調査とおぼしき活動を行っており、いわば講じた事案の常習戦で、もちろん発生の度に日本政府は抗議を行っているんだ。しかしいずれもこれも今回と同様に韓国側からは何らの説明もなされなかったと個人的には記憶しており、その点から推察するに韓国側としては竹島を実行支配していることもあり、その周辺海域は日本の排他的水域とはみなしていないと考えるべきなのだろうな。日本政府のスタンスとしては、韓国に不法占拠されているとしている竹島にしても、ロシアに不法占拠されているとしている北方四島にしても、本来は日本固有の領土であるとの姿勢を崩してはいないが、何ら有効な交渉にはつなげられていないぜ。こうした現実を鑑みれば、今は日本が実効支配を行っており、先住の警備体制を海上保安庁も敷いて警戒を続けている沖縄県の尖閣諸島についても、今後仮に中国側の上陸を一度でも許せば、竹島や北方四島と同じ状態になる可能性は非常に高いわけだ。だからこそ尖閣諸島に関しては、かつては台湾の活動家らが上陸を敢行した事件もあったが、今後中国に同様の行為を許してしまえば、未来永劫そこを事実上の中国領とされてしまうことは明白で、絶対に阻止すべく対処する必要があると思えるよね。そうした尖閣諸島をめぐる日本と中国との間の情勢が、年々厳しさを増す中でも、沖縄本島の大手マスメディアはかつての太平洋戦争での凄惨な地上戦の過去から、反米親中を標榜する態度を未だ改めてはいないよ。その中でそうした勢力を代表する玉城氏が沖縄県知事の座を守っており、個人的は非常に憂慮すべき政治状況だと感じていたが、この2024年6月の沖縄県議会議員選挙では玉城沖縄県知事の勢力はついに過半数を獲得することができなかったんだ。実に定数48名の沖縄県議会で改選前の玉城沖縄県知事らの支持勢力は半数の24議席を占めていたが、改選後には実に16年ぶりに反玉城沖縄県知事を掲げる自民公明の国政与党と日本維新の会の合計で28議席と過半数を大きく上回ったね。これによって玉城沖縄県知事らの支持勢力は20議席を獲得したのみに止まり、沖縄本島で根強かった反米親中路線の政治状況にもようやく中国の台頭を危惧しての、県政に変化を求める世論の高まりを感じさせたぜ。さて沖縄から韓国の方へと話を戻せば、2018年の12月20日、能登半島の沖内の日本の排他的経済水域内の日本海上において、韓国海軍のミサイル駆逐艦のグアンデトデワンが海上自衛隊の P-1 哨戒機に火器管制レーダーを照射した首都圏があったよ。しかし韓国側は主張を二転三転させた挙句、結局この件をうやむやにしていた感が拭えなかったが、最近になって非公式ながら韓国の一部の軍人らが、前文大統領から当該の事象の隠蔽工作を行うように指示を受けたと認めたと報じられたぜ。非公式ながら韓国の軍人の一部からこうした声が上がったことは、当該の事象の発生後になぜそのような行為をグアンデトデワンが、P-1 哨戒機に行ったのかという問いへの日本側の推察が概ね正しかったことの証明だと考えられるわけだ。日本側では当時グアンデトデワンは北朝鮮に便宜を図るべく、同国からの脱北者が乗った船舶を捉えて送還しようとしていたのではないかととの見方があったけど、この推察が正しかったことを示していると思われるよ。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録してね。現在、日本と同様に韓国で導入されている F-35A ステルス戦闘機の機密情報が気になるところだよね。一応米兵が24時間張り付きで監視している状況であるのと、韓国仕様は外側だけが F-35A 戦闘機だから、そこまで気にしなくてもいいのかもしれないな。今回は、日米ともに韓国政府を信用していないのが現実であるというところを詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。
日本の航空自衛隊も調達を進めているアメリカのロッキード・マーチン社製の最新鋭第5世代戦闘機 F-35 ライトニング2戦闘機 A 型を、一応新日の大統領に代わったとされる韓国においても40機を目標に調達中みたい。韓国では当初総数60機もの F-35A の調達を検討していたようだけど、金銭的に無理が生じて現在は40機に下方修正しており、2019年から2022年にかけて40機調達したよ。そのうちの1機は2022年1月、飛行中には首都衝突したというバードストライクが起き、その修理費が新品を購入する費用を上回ることから廃棄処分が決まり、現在は39機を運用しているところだな。すると、韓国防衛事業庁は2023年12月27日、軍の次期戦闘機導入二次事業としてアメリカ政府と F-35A の追加購入契約を同月8日に締結したと発表し、2027年から新たに20機の F-35A を配備するらしい。この二次事業で追加の20機が配備されたら、韓国空軍が保有する F-35A は59機へと増えることになるわけだが、韓国防衛事業庁は追加導入する20機に関して現在運用中の F-35A と比較し、脅威への対応、暗号保安、武装などの性能が大きく向上すると説明していたね。いわゆる F-35A の兵装の搭載量が既存の 1.5 倍に増え、レーザー誘導式の精密誘導爆弾 JDAM など新たな武装もできるというわけだ。また同庁の韓巡飛行空機事業部長は次期戦闘機二次事業によって、韓国型三軸体系の完成度を高められると期待すると語っていたぜ。韓国と停戦中の北朝鮮が保有する核ミサイルへの対応体制である韓国型三軸体系とは、1ミサイル発射の兆候を探知して先制攻撃するキルチェーン、2発射されたミサイルを迎撃する韓国型ミサイル防衛体系 KAMD。3北朝鮮から攻撃された場合に司令部などに対して報復攻撃を行う大量反撃報復 KMPR の3つから構成されているよ。つまり高性能ステルス戦闘機はキルチェーンの中核を担うことになり、監視は一次事業で導入された F-35A の性能を改良する事業も準備中であるとも発表していたぜ。このような状況で韓国は軽空母の保有計画も表明しており、その確定の是非はまだ判然としないが、これに向けて短距離離陸垂直着陸可能な F-35B の方も20機程度の調達を目指す方向で動いているね。2022年5月にユン大統領が新たに就任した半年後の11月に米韓両軍が実施した大規模航空訓練ビジラントストームに参加するため、米海兵隊の F-35B が4機、朝鮮半島南西部に位置するチョルラ北道にある在韓米空軍の郡山基地に着陸して北朝鮮を威嚇したんだ。一方で日本の現状としては、F-35A を105機、F-35B を42機調達することを閣議決定しており、この保有数は今のところ本国アメリカに次ぐ2番目の多さだな。韓国が F-35B や軽空母建造の方向性を急いで打ち出してきた背景には、日本の海上自衛隊が護衛艦出雲加賀に航空母艦化の改修を行うことへの対抗策としての意図が大きいとも言われていたぜ。しかし、事実 F-35B は世界的に見てもアメリカやイギリスが調達計画を引き下げる動きもあり、この韓国の追加購入はロッキード・マーチン社からすれば、ある意味でネギを背負ったかもである韓国は軽空母の開発に先立ち、アメリカに設計の前提で必要となる情報の開示を求めていたが、ロッキード・マーチン社は契約後にしか明かせないと当然の対応を見せていたようだ。もともと韓国は現在保有している独島級強襲揚陸艦の後継艦として、空母でなく従来の3万トン級の大型輸送艦建造であると表明していたが、これは中国を刺激させない表向きの配慮だろうと言われていたね。しかし、日本の海上自衛隊が護衛艦出雲加賀の航空母艦化を明らかにしたことから、その対抗策として考えたものであれば中国の機嫌を損ねることなく、韓国は大手を振って空母保有が可能と考えたんじゃないかな。日本のように4州を広い領海で囲まれているからこそ、中国の脅威に対して防衛には限られた九州や南西諸島の陸上拠点からだけでなく、
新たな海上拠点となる出雲加賀によって運用される F-35B の必要性も納得がいくものだけどね。ただでさえ、F-35 ライトニング2戦闘機はステルス性能を向上させるために燃料搭載量が限られており、それは B 型だけでなく A 型に関しても従来機より航続距離行動半径が短く、空中給油機とともに必須であることを理解しなければならないな。それでも韓国の領海の広さは日本の 10% 程度と少なく、仮に北朝鮮の領海を含めたとしても 12% を超える程度であり、有事が起きても十分に陸上の飛行場からの F-35A の航続距離行動半径に収まると思うぜ。もちろん政治的に韓国内で承認されるのであれば、日本側が別に口出しすることでもないのだが、ロシア製の地対空ミサイルを調達したトルコのように、韓国がアメリカの意に反しつつあることは懸念されるってわけだ。実はイタリアも F-35 ライトニング2戦闘機を A 型 B 型ともに調達を進めている希少国の一つであり、それには追かけるかのように新型コロナウイルスの影響で中国経済の援助にますます依存しつつあったんだよね。韓国は規制された F-35 ライトニング2戦闘機をアメリカから購入しているだけだが、日本と同様にイタリアはヨーロッパ各国向けの同機の組み立て製造やメンテナンスを行う拠点、FACO ファイナルアセンブリー&チェックアウトラインの承認を受けているよ。もしかすると、イタリアから F-35 ライトニング2戦闘機に関する情報が中国へ漏洩する危険性が高いのではないかと疑われ、その意味で日本にとっては脅威と感じてしまうよな。イタリアの件で触れたように日本でも三菱重工業が主となって、愛知県の南小牧工場内に F-35 ライトニング2戦闘機の組み立て製造やメンテナンスを行う拠点の FACO を開設しており、アジア地区における同機の整備を担当しているぜ。機体に搭載するソフトウェアを更新することで最新の能力が追加されていく F-35 ライトニング2戦闘機は、日々のメンテナンス以外のアップデートは必ず FACO で実行するように定められているわけだ。確かに韓国はアジアの F-35 ライトニング2戦闘機保有国であり、政治的には親日となりつつあるとは言っても日本にだけは自国の同機を持ち込むことを拒んでいたため、2024年4月に韓国の防衛事業庁は F-35A の重整備について米国側と国内実施で合意したよ。ジョンジュ空軍基地内に設置される施設で2027年末から重整備が開始されると明かし、フィンランドに続き韓国も自国機向けの整備権限を取得した形となっているね。韓国は空軍が運用する F-35A について日本以外の MRO&U で重整備を受けると再三主張していたが、NHK は2020年7月三菱重工業の F-35 最終組み立て施設 FACO の MRO&U 運用が正式に始まったんだ。防衛省の説明によれば在日米軍、在韓米軍、韓国空軍の F-35 も受け入れ予定で年間30機以上の重整備を受け持つと報じたな。これについて韓国側は F-35A の整備について決定を下すのは韓国軍であり、日本の MRO&U 利用に関して日本や米国からの正式なオファーもないと否定していたらしい。韓国メディアも空軍が重整備を直接行うことで決まったと報じているけど、中国への情報漏洩の懸念が払拭されたわけではないんだよね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。現在、日本と同様に韓国で導入されている F-35A ステルス戦闘機の機密情報が気になるところだよね。一応米兵が24時間張り付きで監視している状況であるのと、韓国仕様は外側だけが F-35A 戦闘機だから、そこまで気にしなくてもいいのかもしれないな。今回は、日米ともに韓国政府を信用していないのが現実であるというところを詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。日本の航空自衛隊も調達を進めているアメリカのロッキード・マーチン社製の最新鋭第5世代戦闘機 F-35 ライトニング2戦闘機 A 型を、一応新日の大統領に代わったとされる韓国においても40機を目標に調達中みたい。韓国では当初総数60機もの F-35A の調達を検討していたようだけど、
金銭的に無理が生じて現在は40機に下方修正しており、2019年から2022年にかけて40機調達したよ。そのうちの1機は2022年1月、飛行中には首都衝突したというバードストライクが起き、その修理費が新品を購入する費用を上回ることから廃棄処分が決まり、現在は39機を運用しているところだな。すると、韓国防衛事業庁は2023年12月27日、軍の次期戦闘機導入二次事業としてアメリカ政府と F-35A の追加購入契約を同月8日に締結したと発表し、2027年から新たに20機の F-35A を配備するらしい。この二次事業で追加の20機が配備されたら、韓国空軍が保有する F-35A は59機へと増えることになるわけだが、韓国防衛事業庁は追加導入する20機に関して現在運用中の F-35A と比較し、脅威への対応、暗号保安、武装などの性能が大きく向上すると説明していたね。いわゆる F-35A の兵装の搭載量が既存の 1.5 倍に増え、レーザー誘導式の精密誘導爆弾 JDAM など新たな武装もできるというわけだ。また同庁の韓巡飛行空機事業部長は次期戦闘機二次事業によって、韓国型三軸体系の完成度を高められると期待すると語っていたぜ。韓国と停戦中の北朝鮮が保有する核ミサイルへの対応体制である韓国型三軸体系とは、1ミサイル発射の兆候を探知して先制攻撃するキルチェーン、に発射されたミサイルを迎撃する韓国型ミサイル防衛体系 KAMD。3北朝鮮から攻撃された場合に司令部などに対して報復攻撃を行う大量反撃報復 KMPR の3つから構成されているよ。つまり高性能ステルス戦闘機はキルチェーンの中核を担うことになり、監視は一次事業で導入された F-35A の性能を改良する事業も準備中であるとも発表していたぜ。このような状況で韓国は軽空母の保有計画も表明しており、その確定の是非はまだ判然としないが、これに向けて短距離離陸垂直着陸可能な F-35B の方も20機程度の調達を目指す方向で動いているね。2022年5月にユン大統領が新たに就任した半年後の11月に米韓両軍が実施した大規模航空訓練ビジラントストームに参加するため、米海兵隊の F-35B が4機、朝鮮半島南西部に位置するチョルラ北道にある在韓米空軍の郡山基地に着陸して北朝鮮を威嚇したんだ。一方で日本の現状としては、F-35A を105機、F-35B を42機調達することを閣議決定しており、この保有数は今のところ本国アメリカに次ぐ2番目の多さだな。韓国が F-35B や軽空母建造の方向性を急いで打ち出してきた背景には、日本の海上自衛隊が護衛艦出雲加賀に航空母艦化の改修を行うことへの対抗策としての意図が大きいとも言われていたぜ。しかし、事実 F-35B は世界的に見てもアメリカやイギリスが調達計画を引き下げる動きもあり、この韓国の追加購入はロッキード・マーチン社からすれば、ある意味でネギを背負ったかもである韓国は軽空母の開発に先立ち、アメリカに設計の前提で必要となる情報の開示を求めていたが、ロッキード・マーチン社は契約後にしか明かせないと当然の対応を見せていたようだ。もともと韓国は現在保有している独島級強襲揚陸艦の後継艦として、空母でなく従来の3万トン級の大型輸送艦建造であると表明していたが、これは中国を刺激させない表向きの配慮だろうと言われていたね。しかし、日本の海上自衛隊が護衛艦出雲加賀の航空母艦化を明らかにしたことから、その対抗策として考えたものであれば中国の機嫌を損ねることなく、韓国は大手を振って空母保有が可能と考えたんじゃないかな。日本のように4州を広い領海で囲まれているからこそ、中国の脅威に対して防衛には限られた九州や南西諸島の陸上拠点からだけでなく、新たな海上拠点となる出雲加賀によって運用される F-35B の必要性も納得がいくものだけどね。ただでさえ、F-35 ライトニング2戦闘機はステルス性能を向上させるために燃料搭載量が限られており、それは B 型だけでなく A 型に関しても従来機より航続距離行動半径が短く、
空中給油機とともに必須であることを理解しなければならないな。それでも韓国の領海の広さは日本の 10% 程度と少なく、仮に北朝鮮の領海を含めたとしても 12% を超える程度であり、有事が起きても十分に陸上の飛行場からの F-35A の航続距離行動半径に収まると思うぜ。もちろん政治的に韓国内で承認されるのであれば、日本側が別に口出しすることでもないのだが、ロシア製の地対空ミサイルを調達したトルコのように、韓国がアメリカの意に反しつつあることは懸念されるってわけだ。実はイタリアも F-35 ライトニング2戦闘機を A 型 B 型ともに調達を進めている希少国の一つであり、それには追かけるかのように新型コロナウイルスの影響で中国経済の援助にますます依存しつつあったんだよね。韓国は規制された F-35 ライトニング2戦闘機をアメリカから購入しているだけだが、日本と同様にイタリアはヨーロッパ各国向けの同機の組み立て製造やメンテナンスを行う拠点、FACO ファイナルアセンブリー&チェックアウトラインの承認を受けているよ。もしかすると、イタリアから F-35 ライトニング2戦闘機に関する情報が中国へ漏洩する危険性が高いのではないかと疑われ、その意味で日本にとっては脅威と感じてしまうよな。イタリアの件で触れたように日本でも三菱重工業が主となって、愛知県の南小牧工場内に F-35 ライトニング2戦闘機の組み立て製造やメンテナンスを行う拠点の FACO を開設しており、アジア地区における同機の整備を担当しているぜ。機体に搭載するソフトウェアを更新することで最新の能力が追加されていく F-35 ライトニング2戦闘機は、日々のメンテナンス以外のアップデートは必ず FACO で実行するように定められているわけだ。確かに韓国はアジアの F-35 ライトニング2戦闘機保有国であり、政治的には親日となりつつあるとは言っても日本にだけは自国の同機を持ち込むことを拒んでいたため、2024年4月に韓国の防衛事業庁は F-35A の重整備について米国側と国内実施で合意したよ。ジョンジュ空軍基地内に設置される施設で2027年末から重整備が開始されると明かし、フィンランドに続き韓国も自国機向けの整備権限を取得した形となっているね。韓国は空軍が運用する F-35A について日本以外の MRO&U で重整備を受けると再三主張していたが、NHK は2020年7月三菱重工業の F-35 最終組み立て施設 FACO の MRO&U 運用が正式に始まったんだ。防衛省の説明によれば在日米軍、在韓米軍、韓国空軍の F-35 も受け入れ予定で年間30機以上の重整備を受け持つと報じたな。これについて韓国側は F-35A の整備について決定を下すのは韓国軍であり、日本の MRO&U 利用に関して日本や米国からの正式なオファーもないと否定していたらしい。韓国メディアも空軍が重整備を直接行うことで決まったと報じているけど、中国への情報漏洩の懸念が払拭されたわけではないんだよね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。